去就が謎のバウアーさん、春季限定の謎の球団に入って登板してしまうことが決定。10日日本時間11日にドジャースが春季キャンプを行う、ベイアリゾナ州グレンデールでマイナーの試合が行われ、バウアーは対戦相手になるアジアンブリーズに加入。先発として3イニング程度を投げる見込みだ。と軍は同日にレンジャーズ戦が予定されており、大谷がバウアーと対戦する可能性は低そうだ。アジアンブリーズは、世界各国に30人近いプロ野球選手を輩出してきた、春季の限定チーム。同州フェニックスを拠点に3月中旬まで MLB 参加の球団などと試合を行い、各自のプロ契約を目指すスタイルで、世界の扉を開く、最高峰のトライアウトプログラムとして活動している。まあベースよりはマシなんだよね。これでも、死んでも NPB には復帰しないぞという気概を感じる。就活専用チームなんてあるんやな。へえ、こんなんあるんや。見納めですかね。アジアンブリーフ？アジアンブリーズのツイッターフォローしてるけど、バウアーのこと全く話題にしてないぞ。さすがにやらかしからして NPB も、ソフトバンクか楽天か読売くらいしか手あげんやろ。ちなみにアジアンブリーズに参加すると、自動的に茨城アストロプラネッツへの入団が可能になるから、今シーズンは笠間市民球場でバウアーが見られるかもしれない。大金持ってるけど誰にも相手にされず、必死で就活するって大変だな。早く福岡に来るばい。まあメジャー球団は絶対に獲得しないし、田英が獲得に乗り出してるらしいし、4月には田英に戻ってるよ。魚カスが盛り上がれるのはオープン戦までう。ご視聴ありがとうございました。